藤川でパラダイス。皆さんこんばんは。パーソナリティの夢の友千代です。はい、この番組は毎年、毎年じゃなかった、毎週はい、東京押上にあるここバロップ放送局から毎週木曜日に生放送でお届けしております。放送は毎週木曜日魔法の時間18時半ということで、マジカワーの素敵なひとときを千代と一緒にお過ごしください。そしてこの番組は温かさや癒しをテーマに千代がひたすら一人で語るトーク番組です。千代が毎週さまざまな企画に挑戦したり、皆さんからのお便りをもとにお悩み相談をしたりと、とにかくいろんなことをお届けいたします。さて本日は9月の14日ですね。放送は第194回目ということで、ありがとうございます。いやー、今日やらかしたんですよね。自分が起きたのがですね、15時半に、なんと放送3時間前ですか、放送3時間前の15時半に起きてしまって、うわー、超急いでて、それで手帳忘れてね、いろいろバタバタしてこっちに来たんですけども、手帳忘れるとね、大変なことになるんです。第100何回目ってその手帳にしか書いてありませんので、前回の放送を聞かなきゃいけないんですよ。で、前回の放送が声だけ配信だったのにもかかわらず、なんかちゃんと読めばいいのに、それでも噛みまくって前回の放送を聞いても噛みまくって、なんかその第193回目っていうのを聞くのをね、すごく時間かかって早く喋ろうって思って自分に突っ込んでしまったことになりました。いやー、まだまだですね、もうすぐで4周年経とうとしてるのに全然噛んでますね。まだまだ皆さんパーソナリティですけども、ちょっと頼りないんで、一緒にこれからも育ててあげてください。 あと見ると今日いつも雰囲気が違いますね。この映像の位置が違うんですね。おお、なんかいろいろ新鮮ですけども、はい、頑張りますので本日もよろしくお願いします。ではでは一旦 CM です。今日は語るぞ、イエーイ。はい、さて東京仕上げにあるワロポ放送局より、私夢の友千代が生放送でお届けしております。友のマジカワでパラダイス、ありがとうございます。今日お便りさっきたくさん来てみるんですね、ありがとうございます。ということで読み上げていきましょう。マジパラお便り係、ワロップネーム池ダルビッシュさん、ありがとうございます。スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。涼しくなって秋めいてきましたね。ともさんは秋の衣替えしてますか？私はファッションに無頓着なので、春物のシャツを平気で秋でも着ちゃいます。あまりにも違いが分かってません。わら。最近のともさんが好きな着こなし、ブランドなどよかったら教えてください。オペのバンちゃんさんの今日のファッションも教えてください。バンちゃんさん、今日何着てます？今日私 T シャツと、もうなんか楽な格好してますね。いや、私もそうですよ。今日はT シャツと楽な格好してます。バッグ置いてました。いや、私、正直、ファッションリーダーとか絶対できないタイプですね。服に興味がないん。でもめっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれじゃないですよ、全然。なんだっけ、よく古着屋行って500円の T シャツとか。いや、買い物上手ですよね、でもね。ほんとに。これ500円でしたよ。いや、見えないなんかすごい。いや、服に本当に興味がないんですよ。ないんですか？ないんですよ、本当に。だから欲があんまないんですよ、服を買おうって。物欲みたいなの。はい、ただ、最近街を歩いてる女子とか見るとすごくおしゃれで羨ましいってめっちゃ思うんですよ。で、買おうかなまでは行くんですよ。はい、いざなんかファッションのさ、なんか入ってみるとお店に、はい、あー高いな、なんか買う気ないな、やる気なくしたみたいな感じで結局買わないで帰っちゃうんですよ。あ、値段が可愛くないとね。ね、だからいや、ね、可愛いんだけど値段が高いなーになっちゃって買う気がなくなっちゃって、だからいつまでも女子たちにちょっとたどり着けないんですよね。そう、いや、結構さ、街歩くと結構女子おしゃれ多くないですか？いや、多いですよ、多いですけど、トモさんもおしゃれですよ。いや、私本当におしゃれじゃないですよ。笑っちゃうぐらい、笑っちゃうぐらい。おしゃれじゃなくて、逆に教えてぐらい、教えてって思うぐらいです。へー、はい、なんかなんでよかったら教えてください。
そう、そんなことよりも私はね、あのファッションで思ったんですけど、今年の 10月31日といえばハロウィンですよね。あ、そうだ、トモさんの大好きな。そう、もうすぐやってくるんですよ。来る。もううずうずしちゃって最近あの、で昨日あのお部屋の芳香剤をね、買いにね、あの何軒か薬局に迷ったじゃない、回ったんですよすいません、なんか間違迷っちゃったと思って回った、まあ、迷ったとか言ってね、回ったんですよ。そしたら最近のドラッグストアってなんでお部屋の芳香剤とかあの匂いのやつ売ってないんですかね。え、売ってないですか。3、4軒回ったんですけど、うちではちょっと取り扱ってないんですよって申し訳なさそうに言われたんですけど、ね、なんで売ってないのって思ってね、たまたまドン・キホーテに行ったんですよ。でもなんか4階にあったんですよ、はいはい、そのお部屋の芳香剤が、はい、ちょっと階段登るのもめんどくさくてちょっと諦めたら1階のコーナーにもドン・キホーテといえばハロウィンが近づいてくると、ラルクさんのはいはいはいハロウィンパーティー、あれめっちゃかっこいいですよね。かっこいいですよね、あの曲、大好き、超かっこいい。あれがさんが流れてきててさ、ハロウィンじゃんテンション上がってるそう、めっちゃテンション上がったんですよ。そう、ファッションといえばね、ハロウィンですよね。いやー、ほんと、うん、年に一度のハロウィンといってもね、ハロウィン高いんですよね。何が高いんですか。例えば今回チュンリーやりたいなとか思ってみたら、はい、チュンリーセット2万4000円とか。え、チュンリーって何ですか。あのなんだっけ、ストリートファイター2とかに、はい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 、絶対似合う、絶対似合う、似合うか分かんない、やってみたいって思ったんですけど、セットが高、しかもブーツ入ってなくて2万4000円、うわ高って思って買えなみたいな感じで、いや今年ね本気で何やろうか迷ってるんですよね。今年ドラクエが流行ったので、はいはい、ドラゴンクエスト、これ11だっけ、11に出てくる、今まさにやってたんですけど、そう飽きてね、最近全然やってなかったんですよ。で最近またやり始めて、こうやってでその時に出てくるマルティナっていうキャラクターがすごい可愛くてですね、はいはい、これもやっていいなと思うんですけど、着てる服が緑なんですよね。いや紫だったらちょっとやったかもしれないけど、でも頭が紫なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。ただマルティナすごいロングヘアなんですよ。私髪の毛こんなに長かったのに切っちゃったじゃないですか。切っちゃいましたもんね。あ、わかりました、マルティナ。そう、だからマルティナできないじゃんって思って、めっちゃ可愛くないですか。あ、妖艶な感じでね。そう、いいなマルティナ。そう、そういう、似合いそう。似合わないですよ、だって髪の毛切っちゃったし終わってるって思ってそう、マルティナの衣装可愛いんだよね。でもなんかね、アマゾンで探してもまだないんですよね。でも今年やりそうな人いそうじゃないですか。いそうです ね、 ね、ドラクエ、しかもあの今回のドラクエはなんか仲間が7人いるのかな。7人ぐらいいるからさ、7人組でなんかやりそうじゃないですか。あ、ね、集団でね、いそうですよね。そう、セーラームーンとかいるのかな今年は。あいろいろね、 iPhone とか出てきそうですね。 iPhone、 そう、 iPhone のなんかあの iPhone の形したあのなんか被ってさ、街歩く人たちとか、去年もなんか変わった、そう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 、ね、コスプレの方いっぱいいましたよね。ローソンとかね9月になってんのに、9月なのに声でハロウィンで盛り上がっちゃいましたそう、ファッションといえばハロウィンなんでね、私の中で、私好きなブランドあんまないっすかね。ルイ・ヴィトンは好きですけどもでも持ってないんですよ、ルイ・ヴィトンのもの。なんか柄が可愛いですよね。そう、柄が可愛い、柄が可愛い、それだけなんですあと、あのビビアンとか好きですかね。あー、似合いそう、持ってそう。あ、時計だけ持ってます。おー、あのちょっと、あとディーゼルとか好きですね。あー、なんか、はい、古着屋で前、安いのを見つけられてましたね。そう、古着屋でディーゼルの T シャツ1000円ぐらいで買えたかな。それは本当ラッキーですよね、うん、そう、ラッキーですよね。なんかちょっと高いのが好きですけども、あのそれこそあんまり、それこそあの貯金癖がやばいので、それこそ買わないんですよね、貯金癖。でもいい癖ですけどね、うん、それは本当ですか、はい、なんかね、友達に貯金貧乏って言われましたけどとりあえず無頓着すぎるんでね、ちょっと服に対してのやる気をね、もう今年遅いですけど、今年の目標にまた入れてもいいのかなって最近ちょっと思い始めてきました、うんうんうん、だからちょっとだけ昨日はメイク道具買ってみましたけど、お、はい、粉ファンデをね全然買ってなかったんで、はいはいはい、昨日いよいよ粉ファンデデビューしてみました。ファンデも高いですよね、普通に買うと、はい、ファンデじゃない、パウダー、粉パウダー、あ、パウダー、はい、
あの化粧のやり方もあんま分かんないんで教えてほしい。そう、あとね、なんかね、たまたまラルムって雑誌を見たら、はい、なんかピンクのなんか何コスメしてる女の子が可愛くて、うんうん、それの真似をしてなんかピンクのアイシャドウだけ買いました。あ、絶対似合いますね。いやいや、絶対似合う。今やってるんですけど、はい、でもなんか映像越しだから分かんないですよね。映像越しだとちょっとあれですけど、この目ね、とりあえず下にピンク引いてるんですよね。難しい。いや、かわいい。いや、かわいくないですよ。適当にありがとう。もう、優しいですね、バンちゃんさん。いやいやいや。いや、ありがとうございました。盛り上がっちゃいました。続いてもう一ついきましょう、マジパラお便り係、ワロップネーム、サダバシアイスさん。スタジオの、皆さんこんばんは。こんばんは。アップルからこの秋 iPhone8 が出る噂が出てますよ。お、新しいのが出たら買えますか？最近気になるアプリ、電化製品などありますか？私は炊飯器です。ではではでは。おーい、私は iPhone7 Plus 買ったばっかやん。もう全然アップルが出るとか、アップルが出るじゃない、 iPhone8 が出るとか聞いてないですけど、出るんですかこれ？まあでも秋に出るイメージですよね。ねえ、うん、ついていけないよもう。いや、私は7 Plus でしばらく3年ぐらいはちゃんと使おうと思ってますけどね。なぜかというと3年で壊れるから。あ、そうなんですか？もったいぶって3年以上使おうとするとデータ全部ぶっ飛んじゃうから。私バックアップ取ってなくて全部壊れたことがあって、つらい、うん、だから3年後にちゃんと買おうっていう計画を自分の頭ではちょっと計画してます。なんでこれは悪いけど、この子たちにはちょっと3年間頑張ってもらいますよ、落としても。はい。ということで、何、あー、結構、ま、ハッシュタグ来てますね。ありがとうございます。カカチオ見てくれてる、ありがとう、優しい。いきなり何言うと、じゃ200回近くやってるのに毎年とか、すいません。OTRさんありがとうございます。ですよね。いった CM でーす。はい、さて東京押上にあるここワロッポ放送局から生放送でお届けしております、チヨ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 友のマジックアワーでパラダイス、イエーイ。はい、無事間に合いました。 OTR さんありがとうございます。今から帰るから聞けないけど、友千代さん頑張って、友のマジパラ、あ、ナッツンさんありがとうございます。優しいね、さっきショールームでありがとうございました。めぐりん、ハロウィンの衣装、思い切って当日誰かの選んだものを着るっていうのはどうでしょうか？自分自身で選ぶと無意識に無難なものを選ぼうとするから、防衛権するという意味でどうですか？でもなんか多少気に入ってないとなんか着たくないよって思うのは私だけ。どうしようかな。そうですよね、ハロウィンね。とりあえず何着ようかな。もう一回、ナックンありがとう。服に興味がなくてもファッションショーには出れる、みんな夢を諦める。あー、そうですね。あ、そうそうそう、私ファッションショー出るんですよ。しかも10月30日にゼップ東京にて、これがなんだっけ、東京、うん、ファッションショーに出るんです。ゼップ東京にて10月30日に、東京トップコレクションだ、そう、それに出ます。そうそうそう、ファッションショーに出るくせに服にめっちゃ無頓着なんですけど、結構そこで着てる服とか結構気に入るんですよ。ただその服ね、1着4万するジーンズとかね、高いんすよめっちゃ。だから買えないっていう、だから着させてもらってるだけでありがたいみたいな服を着てるんで、よかったら皆さん見に来てください。めぐりん、 iPhone8 だけでも10も出るそうです。どういうこと？10は11万という今日高級品仕様という話です。ともさん、8を飛ばして10を買っちゃう。いや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 、でも iPhone7 も変わんないですけど、9万10万近くしましたよ。これしますよね。ねえ、うんうん、私なんかね、去年この iPhone7 を買った時はなんかすごい、私なんかちょっとやけくそになってたみたいで、一括で買っちゃいましたけど、珍しく私一括でなんかお買い物全然しないんですけど、もういいや、すべて変わってしまえと思い、なんかね、勢いで iPhone7 ね、一括で買って、なんか現金で支払った、すごい、うん、なんかそんな思い出あるな。そう、それでその時に同時に髪もバッサリ切ったんだ。思い切りましたね。そう、普段全然お金使わないんですけど、それだけはすごいバッサリいきましたね。とは、そうですね、そう、メールがもう1通、もう2通届いてるのでご紹介しちゃいましょうかね。こんばんちよちゃま、メールタイムちよ、ありがとう。
今日の生放送に間に合うか微妙そうなので、多分初と思われるメールをあえてお届けしました。ふふ、かわいい。23時からの再放送や YouTube のアーカイブで後ほどチェックするからね。ではでは、この後もちよやスタッフさん、夢仙人のみんなにとって素敵な夜を祈ります。おんちゃん、おんちゃんありがとう。初メールだね、ありがとう。いつもショールームとかね、ツイッターでは誠にお世話になってますね。なんかいろいろリップとかね、いつもコメントとかくださる優しいファンの方です。いつも本当に支えられてます。いつも本当にありがとう。この後カミカミのいつもの同時で、今のいつも通りのカミカミの千代がこのアーカイブでアップされたり、23時の再放送で放送されるんで、よかったら見てあげてください。では23時を回ったとして、おんちゃん見てる、ありがとう。はい、ということで、ラジオネーム OTR さん、千代ちゃんこんばんは、久しぶりにメールします、ありがとうございます。さて、今度イベントで北海道に行かれますが、余裕がもしあれば行きたいところはありますか？何か食べたいものありますか？とりあえずお土産待っています、よろしく。お土産何買えばいいの、わかんない。ということで、北海道について全く無到着だったので、まとめ、ネバーまとめをちょっと調べ上げてみました。私気になるのが夜空を見たいんですよ。東京の空って星数えれますよね。よく数えきれないほどの空とか、星空がとか言うけど、東京数えられますよね、星が1つ、3つ、2つ、4つぐらいな。つまんないですよね、東京の星って。バンチャンさんはどこ出身でしたっけ？はい、埼玉なんで、はい、星どうですか？埼玉の結構山の方行けば結構見れますね。見ます？はい、もう東京も山の方行けば見れますけど、見れないですよね、ここ。まあ大体見れないですね。なんてつまんない夜空なんだと。だから私一番期待してるのがね、どこ行きたいかというよりも、夜空にすごい期待を抱いてるんですよ。で、北海道出身の方に聞いたら、夜空はやっぱり綺麗だそうで、うわいいなと思いましたね。だからそれちゃんと人に聞くぐらい、夜空は綺麗なのって聞いたから、本当に夜空には興味があって、でさっきネバーまとめで、私9月18日に行くんですよ。で函館に行くんですね。でクラブココアというところで歌ってくるんですけども、さっきネバーまとめを見たんです。でいろいろ赤レンガ金森赤レンガ倉庫とかいろいろ、なんかあと何これ、なんかこういうなんか星みたいな都市が見えるよ。これわかんないんだよね、なんて書いたんだろう。函館戦場の舞台となった地に最後までとどまり戦ったのが四方三斎です、合ってんのかな読む方。とりあえずそういうところもあったり、なんかすごい気になったりするんですよね、函館展望台とか。でもね、びっくりしたのがこれ、北島ら三郎さんのなんかね、なんかなんだっけ、そういう記念館みたいなとこもあるんですよね。八坂坂とかいろいろありますけど、何より函館教会が多いですね。何個教会があるんだろう。なんか教会、ドラクエやってるせいか、なんか教会って聞くとこのドラクエが思い浮かんじゃうんですけどもねえ、なんかとりあえず北島三郎記念館っていうのがあるみたいで、わーすごいと思って。なんでそうなったかっていうと、北島三郎さんが函館の出身の方なんですね。すごい、だから函館観光大使に就任しましたって書いてありますね。なんかとりあえず、ああ函館路面電車とか楽しそう。坂が多いですね、なんか岬とか公園とかもいっぱいありますね。なんかとりあえず北海道どこまで遊べるかわかんないですけど、ああ JR 函館駅楽しそう。なんか新宿でいうラブみたいなのが立ってる、これ。なんかこれ新宿のラブみたいじゃないですか。ありますよね、新宿でラブっていうの、東京には新宿のラブっていうのラブっていう、なんか新宿西口からまっすぐ歩いたところにアイランドビルっていうところがあって、そこにラブっていうね銅像があるんですよ。函館駅にもそのラブに似たような、なんかこの銅像があるんですね。これ有名そうだから、函館駅ともし通ることがあったら撮ろうかな。競馬場とか祭りとかやってるんですね。うわー。で食べたいものは、私
前も言ったんですけど刺身が食べられないんですよ。で刺身で食べられるものはウニとイクラしかないんですよ。だから高級なやつでもダメですね。だからウニとイクラとカニ味噌ですかね、高級なやつ高級なやつですか。カニ食べれないんですよ。だけどカニ味噌は食べれるんですよ。おかしいでしょ。だから北海道ラーメンが有名みたいなのでね、ちょっと麺抜きにして麺抜きやってくれるかな、ラーメンの亭主さんね。麺抜きにしてご飯入れてラーメン食べちゃおうかなとか思ってなんかいろいろ思いますね。ちょっとハッシュタグ進んでるかどうか見てみましょうかね。あ、やばい、なんか 4G ちょっと、あ、できた。俺も iPhone は中古で買いました。 5S で頑張ってます。友のマジパラもう頑張ってますね。 5S で、 5S も結構私てか 5S、 6S 持ってたのか。だけどすぐちょっと壊れてしまい、画面が壊れてしまいちょっと変えてしまいましたけども、あ、五稜郭って五稜郭って読むんだ。ヨーロッパのまたわかんない漢字がすごいもんたくさん並んだって読めない。これヨーロッパを参考に作られた城なんだ。ちょうど星の角に大砲を設置することで、あーなるほど、広範囲に撃てるようにしているのです。五稜郭と菱形四蔵ですね。ごめんなさい、すごい漢字が未だに読めません。漢字が読めないのでね、よくバカって言われます。はい、バカです、認めましたとりあえずなんかあっという間な30分ですけども、あともうちょっとで CM ですね。とりあえず今日はなんかショールームがねこの後やるんですよ。15分やろうと思ったら遅刻したせいで、自分的に寝坊したせいでなんかショールーム15分もできなかったので、ワロップが終わったらショールームを何時か決まってないけどやりたいと思います。ということで、はい、そっちも見てね。ということで本日もありがとうございました。まだまだ続きはエンディングです。ありがとうございます。今週も夢の友千代がお送りしてまいりました。友のマジカワでパラダイス。寂しいですけどもうエンディングです。本日も本当にありがとうございました。まあ告知がちょろちょろあるのでしていきたいと思います。はい、まず先ほど話した函館で盛り上がった話、お土産何にしようかな。とりあえず9月18日は函館のクラブココアでイベントに出ます。歌ってくるのでよろしくお願いします。そして23日は撮影会、こちら全部の枠がおかげさまで埋まったみたいです。ありがとうございます。わーい、ちょっと4部だけ多分 お休みなのかな。私考察で撮るみたいなんで何着ようかな。それこそ誰かファッション教えてください。その後ですね、撮影会の後23日は、18時からにてカイトモトモトカイジのガールズトークでしょう。おー、バンチョンさんありがとうございます。こちらですね、毎月、第4土曜日にやっております。これが1500円で、私の予約扱いでしていただけますと1500円で見られますので、よかったらよろしくお願いします。あとですね、こちら10月の話なんですけど、10月の19日にポールダンスのなんかイベントの、司会を一貫さんと一緒にやらせていただくことになりました。こちらの詳細も決まり次第、報告させていただきます。これが確か会場が恵比寿だそうで、はいね、これをなんだろう、とりあえず詳細とか雛形とか決まったらとりあえず決まったということでありがとうございます、そしてあと10月30日 ZEP 東京にて、東京トップコレクションというものをやります。私なんか審査員みたいです、よくわからないけど、とりあえずこういうのやるみたいなんでよろしくお願いしますはい、こういう変な人がこういうのやるみたいなんでお願いします。そして11月3日は友のマジパラ4周年感謝祭でございます。はい、ありがとうございます。この番組もおかげさまで、4周年を間もなく迎えることができそうです。そう、私がこの番組を始めたのは、3年ちょっと前の11月7日でした。多分11月7日なんですよ。
あの11月の第1週だったんで、あ、6日とかの5日かな、とりあえずその時期に始めたんですよ。で第1週だったんで、第1週の木曜日を過ぎたらもう第4週目って、どう4週目4年週4年週4年 4周年になるんですね。ということで公開放送なんで来てねということで、ありがとうございました。パープルパープルパープル。